冨安健洋、満遊戦でのパフォーマンスを英字元メディアが高評価、勝利に貢献する決意が感じられた。アーセナルディフェンダー冨安健洋は途中出場した満遊戦で地元メディアから高評価を得ている。3日に行われた A プレミアリーグ第4節でアーセナルはホームで満遊と対戦。フォワードラッシュフォードのゴールで先制を許すも、直後にミッドフィルダーウーデゴールが同点ゴール。引き分けかと思われた、後半アディショナルタイムでミッドフィルダーライスとフォワードジェズスが立て続けにゴールを決め、3-1 の劇的逆転勝利を飾った。冨安健洋はこの試合でディフェンダージンチェンコに代わり76分に途中出場。地元メディアフットボールロンドンは冨安に対し、チーム2位の7点の高評価をつけ、次のように評価している。ジンチェンコに代わって出場した後、いいインテンシティをもたらした。勝利に貢献する決意が感じられた。左サイドからうまく反転している。開幕から3勝1分で無敗をキープするアーセナルは、17日にブライトンと対戦する。冨安の守備安定からの流れ来たね。冨安復帰して最高の形で勝利をね。冨安の偽サイドバック徐々に良くなってきてる。冨安の本職はミッドフィルダー兼センターバック。何度も格が、ライカールと。冨安がボランチなのかサイドバックなのかウィングなのかわけのわからないロールだったわ。ライスがクソほど自由に動くからそれに合わせていいポジション取れるのが冨安という。冨安がもう少し攻撃面で変わればチェンコより冨安のがええね。冨安もよく締めたわ。冨安は守備のポジショニングすごいいいな。地域目抜きで冨安のポジショニング秀逸だったわ。ライス、チェンコだとボールくれくれマンだからな。冨安すげえよ。これはアルテタに重宝されてしかり。もう怪我だけすんな。冨安瞬発力あるんだから縦行ってクロスの練習してくれ。冨安怪我明けから少しずつほんと少しずつ良くなってるね。俺によこせってくらい自信持ってプレイするまで成長してほしい。ハバーツもっとボール欲しがれ。冨安はほんと良かった。やれることは完璧にこなしてたと思う。下手にクロス上げても絶対通らんし対応は間違ってないと思う。冨安がいるとライスもなぜか躍動するんだ。冨安がコース作ってくれるしな。チェンコだと渋滞する。冨安がセカンドボール拾いまくってたのよかった。やっぱり真ん中の選手なんだよな。冨安は身体能力があるからな。本当は偽サイドバックなんて複雑なことやらせず、縦行って恋の方が向く。冨安はチームに染まってきたな。これでいい。怪我だけ。冨安は守備はともかく、球回ってきても何もできんな。敵にも放置されてる。冨安は動きはいいのかもな、マークついてるから、パスは安全な時にしか来ないけど。良くも悪くもね、冨安が入ると試合がスローテンポになるのよ。して見てるみたいになるんだよね。多分無理なボールを通さないからだろうけど。冨安の攻撃時にそこにいると相手が困るポジショニングはクロート好み。これ、オンザボールはプレミアの中でも目立つものないけど、要所を締めることができるポジショニングのレベルはかなり高い。ジンチェンコの逆だわ。ライスとの共存考えると冨安の方がジンチェンコよりいいかもしれんな。トミーはカウンターになりそうな球をブルーの倒しながらカットしたのが良かった。あれ抜けてたら怖かったわ。まあ冨安後ろからでも足が伸びるからな。相手に有利な体勢でも。普通に冨安右じゃダメなんですかね。ずっとホワイト狙われてたのに。冨安代表疲れが怖い。冨安のあのカウンター潰したシーンが分岐点やったね。サリバマガヤンがやっぱ見てて安心するわ。チェンコとライスは合ってないな。ライスはトミーのが合ってる気がする。トミーいると安心して上がれるんかな。今季の冨安中央に入ったり高い位置取ったり攻撃や得点に関与するように指示が出てるのか。あれは多分動きまくるライスに合わせてポジショニング変えてるだけ。ライスが原因。去年からティアニーにも中にポジ取らせてたし、左サイドバックが可変になること多いよ。ただジンチェ以外はまともに機能しなかったから、右でも無理やり可変やり出したけど、パーティ怪我したから今後も左サイドバックで冨安出るなら、今日みたいな動きになるよ。冨安 R サイドバックならここまでラッシュフォードにボコられることはなかったと思うわ。
ライスは確かにチェンコのスペース消してる動きが多々あったから現状合ってない。トーマスみたいにパス入らなくても間に陣取って動かない必要があるんだけど動きすぎて味方のスペース消してる。富安はやっぱり早いわ。富安は常に低い位置にいた昨季に比べてかなりポジショニング改善してるのが偉いわ。試合中ジュルオジとライスという先生にずっとコーチングしてもらえて最高だろうな。富はほんとスペじゃなかったら手放しで称賛できるスペック。富安をもっと使いたい。だけど怪我のリスクが怖い。富安ブルーの潰したとこよりヒールで残したとこの方が興奮した。俺も震えたわ。よかったよね。連携深まってきた時への期待感が増した。いちいちでチェンコに変えて富安なんだな。アルテタはただの守備戦とは思ってなさそうだ。てか見直したけど富安ってやっぱめちゃ足早いな。ラッシュフォードとほぼ互角か。たまたま富安を見かけた少年チームの監督がその足の速さに衝撃受けてスカウトしたのがそもそものサッカー始めたきっかけらしいしな。富安は左サイドの方がやっぱ良さそうだよな。視野とか角度広く見れるからか本人も言ってたけど。本人には悪いが富安ベンチのクローザー要因は安心感あるな。これでフルバックどこでもできるんだからありがたい。なかなかそんな選手は探してもいない。トミーはとりあえず1シーズンフルにやってくれ。まずはそこからや。この動画がいいと思ったらチャンネル登録いいねをお願いいたします。コメントも大変励みになります。